DJ 太郎がお届けです。J-Wave Hello World。今夜は J-Wave Session Volume 51。シンガーソングライター、たるき英一郎さんのスタジオライブ第1部、まずはお届けいたしました。この後もね、第2部が11時過ぎぐらいにスタートします。まあ、たるき英一郎さんとこの番組、ハローワールドの出会いは今から2年前になるんですかね。東日本大震災から2年の3月11日に放送されました J-Wave Session311被災地の現状を取材した J-Wave から、たるき英一郎さんの生ライブを当時お届けいたしました。なので年ぶり久しぶりというところですけど、その後もですね、たるき英一郎さんはギターを片手に全国各地に旅をしながら、まあ、年間でですね200本を超えるライブを行っております。2日に1回はライブやってる計算になりますよね。そんなたるきさんに、この番組のジェネラルプロデューサーでもあります、東京ギタージャンボリーの総合プロデューサー、まあ、僕ら神って呼んでますけどね、広坂プロデューサーシークレットアクトとして、出演することをオファーいたします。でオファーを受けたたるきさんはツイッターでこんなツイートを残しています。旅芸人がどえらい大舞台に放り込まれる運びとなりました。3月14日土曜日、東京両国国技館、東京ギタージャンボリーシークレットアクトとしてメインアクトのステージの合間、16時から16時15分で歌わせていただきますと。まあ、この東京ギタージャンボリーはですね、7時間に及ぶライブで、前半と後半の合間の30分の休憩時間が設けられているんですが、まあ、基本ここはみんなトイレとかね、食事に行く時間なんですよね。で、まあ、シークレットアクトなので、誰もこの時間のアーティストがこう出て演奏するなんてことは当然知らないわけで、会場のアナウンスもなく、ざわざわした会場の中に、まあ、一人登場したたるきさん。静かに始まった彼の弾き語りにみんなの耳はこう奪われていくわけなんですね。当日たるきさんのライブを見た皆さんからのツイートをご紹介しましょう。3月14日東京両国国技館、東京ギタージャンボリー。一瞬にして観客の心をつかんだたるき英一郎さんの弾き語り、まるで背中に羽が生えたかのように土俵の上で軽やかに舞う歌う姿、素晴らしかったです。こんな方。そしてギタージャンボリーの休憩時間にステージで誰か知らん人が歌ってた。ん？何？誰？耳が反応、めっちゃ聞き入ってしまった。いいですね。誰とかそういうことじゃなくて、こう入ってきた音にこう思わず耳を奪われると、こういうことですね。たるき英一郎さんっていう人らしい。会場に響き渡る歌声、大御所揃いの中でも存在感を放ってた。こんなツイート。そしてたるき英一郎さんという人、一部と二部の間の転換に3曲ほどだったけど感激でした。ギタージャンボリー、それにしてもたるき英一郎さんが良かった、 CD 買おう、魂持ってかれたっていう方だったりとか、はい、たるき英一郎さんめっちゃ余韻がって、ね、いろんなツイートあります。もう一ついきましょう。ギタージャンボリー休憩中のゲスト、たるき英一郎は恐るべきダークホースと、はい、いろいろ皆さんのその時のね気持ちがこうやってツイートに残っております。休憩中にたるきさんの声が聞こえると思ってびっくり、慌てて席に戻りましたよっていうね、まあ、休憩かと思ったんですけど、まだライブは続いてたというところなんですけど、でこのあと皆さん11時台に、前半です、もうあと10分ぐらいですかね、たるき英一郎さんスタジオライブ第2部お届けします。周りの皆さんにもぜひツイッターで教えてあげてください。ライブを皆さんが聞いて感じたことはハッシュタグ HW813、引き続き、つぶやいていただければと思います。お待ちしております。
あ、ありがとう。何このドクロの形。タブレットもドクロの形。フリスク。でかいよ。ちょっと遅れな。待って。全然。どこで売ってんの？コンビニドア。超かっこいいじゃん、これ。でかっ。買って帰ろう。うん。お送りした曲はカサリンチュでふるさと、ね、この曲をみんなよかったら一緒に歌いませんか？ん？六本木ヒルズ野外ステージでカサリンチュと一緒に歌いましょうよ。カサリンチュのふるさと、実はジェイブではね、恒例のジェイブフリーマーケットイン六本木ヒルズ今年も開催いたします。でそこでこの番組では出張企画としてカサリンチュと一緒に合唱しようというものを実は企画しております。5月3日の午後、会場は六本木ヒルズアリーナ、ジェイブフリーマーケットイン六本木ヒルズの会場です。今週の金曜日ね、4月10日まで受け付けております。これ、合唱ですので、ぜひ、お仲間、5名集めていただきたいと思います。決して、コーラスじゃなくてね、みんなで一緒に歌うので、1名足りないんだけどなって、ぜひ、こう、周りの友達に声をかけていただきまして、はい、5名で応募いただければと。番組ホームページのバナーから専用応募フォームで、エントリーいただけます。ちなみにカサリンチュはハリー君ナビゲートハローワールドフライデー、今週4月10日のエンターテイメントストリームにも生出演いたします。ぜひそちらの方もお聞きください。ハローワールド、この後11時台にタルケイチロさんのスタジオライブパート2をお届けします。お願いします。Welcome back, J-Wave Hello World. DJ 太郎がお届けしております。今夜はね、番組が自信を持ってお届けする J-Wave Session。
今回はですね、ギターを片手に全国各地を旅しながら年間200本を超えるライブを行います。シンガーソングライターのたるき栄一郎さん、スタジオライブ生中継お届けしております。さあ、ここからはですね、たるき栄一郎さんのジェブセッション第2弾お届けしたいと思います。ライブの模様はラジオ 81.3 JWAVE だけでなく YouTube ライブ JWAVE ハローワールドチャンネル、ね、まあ、映像でもお楽しみいただけます。 JWAVE の入らないエリアの皆さんもぜひこれでお楽しみください。番組のホームページトップから入っていただけます。そして皆さんがライブを聞いて感じたこと、ハッシュタグ HW813 でつぶやいてください。お願いします。それでは行きましょう。 JWAVE セッション第2部開演です。たるき栄一郎と申します。先ほどですね、ギタージャンボリーのお話、いろいろね聞かせていただきましたけども、私は本当に15分間、国技館に流しに行くというね、そんな気分でお邪魔してましたんでね、そんなに大事になってるとは全然知らなかったんです。急に緊張してまいりましたけども、あと2曲ほどお届けしたいと思います。せっかくなので、その時のギタージャンボリーの時のセットリスト3曲をですね、ここの2ステージ目ではお届けしたいと思います。ブラックバードで、
1曲目歌わせていただきまして、その次の曲はまたまたカバー曲です。久保田早紀さんの異邦人という曲を、お届けしました。子供たちが空へ向かい、両手を広げ、鳥や雲や夢までも掴もうとしている。その姿は昨日までの何も知らない私、あなたにこの指が届くと信じていた。空と大地が触れ合う彼方、過去からの旅人を呼んでる道、あなたにとって私ただの通りすがり、ちょっと振り向いて見ただけの異邦人。芝へ行く人の波に体を預け、石畳の街角をよらよらとさまよう。祈りの声、蹄の音、歌うようなざわめき、私を置き去りに過ぎてゆく白い朝、時間旅行が心の傷をなぜかしら埋めてゆく不思議な道、さよならだけの手紙迷い続けて書き、あとは悲しみを持て余す異邦人、あとは悲しみを持て余す異邦人。ありがとうございます。異邦人お届けしました。今こちら、J-WAVE の、スタジオ内ですので、このぐらいの、直立微動な感じでございますけども、実際は、この、どのぐらいですかね、50倍ぐらい、動きました。その模様はね、見てる人にしか、分かんないと思いますけども、とても気持ちよく演奏させていただいたのを、覚えております。でここで、異邦人で、ようやく静かになってまいりましたので、ここからは僕の曲をですね、最後に1曲だけお届けしました。それでは最後にですね、魚という僕の曲をお届けいたします。
つものままの微笑む顔が見てたいから。僕は影を残したまま溶けて水になった。流れ出した遠くまで伸びる影に身を委ねて見れば、去りゆくものを恐れて僕は小さくなる。小さくなる。置き去りにしてたのはかけがえのないもの。僕責めさせないで鍵を開けて。
喉に包み勝手スタジオライブパート2、ブラックバード、異邦人、魚、3曲をお届けしました。ね、もっと早くラジオつけるべきだったとかね、そういうツイートだとか、もっと早くラジオを、つけて、聞けばよかったとかね、まあ、YouTube ライブ遡れば、まあ、聞いていただけますけど、寂しくてあったかい曲だな、魚大好きな曲とかね、異邦人カバーだけど原曲が分からない、もうそのほど圧倒的な存在感のカバーだったとも言えると思います。はい、ありがとうございます。でこの後ライブを終えたたるきさんにお話を伺いします。その前に CD リリースされたたるき栄一郎さんの最新アルバム彩りから CD で1曲お届けしましょう。先ほど演奏していただきましたうぐいすです。ありがとうございます。まあ、あれから 2年、はい、2年です ね、 ですかね。早いですね。前の時は向こうでやったんですか。あ、そうです、あのロビーの方ですよね。そうでそんな照明アレンジがあったんだ。眩しすぎるもんね。あと東京タワーが映んなくなっちゃう。ああ、そうそうか、外がそう。あ、トモさん、次のこれなんですけど、ここいらないです。はい。あの、はい、MC ダメだったんで。はい。この話とかで、もう。はい。原場からアマゾン行けるようになってる。はい。はい、分かりました。旅の話と似てます。はい。ああ、ありがとうあ、すいません。はい。
送りした曲はたるき栄一郎さんでウイスでした。最新のアルバム彩りからの一曲だったんですけど、たるきさん今夜は素敵なライブありがとうございました。ありがとうございました、ね。今夜のジェイブセッション、はい、感想はいかがですか。感想はですね何でしょうね。なんか両国でこうブワーッと人いたとこから、はい、今日はもうスタジオの中で、そうですね、男3人みたいなね、目の前にライジャーの前にたくさんいるんですけど、いかがだったでしょうか。そうですね、僕、普段もあの旅先でのライブは、はい、まあ、いろんな状況があるんですけど、あの国技館よりも今日のような場所の方が緊張しますだけど国技館の場合ですと、はい、いわゆる目線の高さ、うん、よりもまた上の位置にぐるりと自分の背中も含めてね、うんうん、そうですね、人に囲まれてって、まあ、オファーもらった時どんな、うん、いや、それこそ、皆さんが神と呼ばれてる広坂さん広坂さんから直接、連絡が来て、連絡が来て、もう神の一声ってやつですね。神の一声が来まして、その国技館で歌ってみませんかという、ただそれだけの最初情報だった、情報だ、それ以外何もないってねもうあれですよね。いや、まあでも今日もね、皆さんからいろいろ、まあその両国行った方もいらっしゃいますし、はい、うん、誰この人っていうね、そういうもちろん方もいらっしゃるんですけど、はい、かっけえ、歌だけじゃなくギターもうまい、うん、歌いながらよくこんなの弾けるなと、こんなの弾けるな、やっぱまあギターなんだかんだやってる方だと思うんですけど、うん、今のこう、はい、弾き語りスタイルというか弾き方のスタイルっていうのはどんな風にして出来上がったんですか。うん、ですね、もともとは僕も今はクラシックギター使ってるんですけど、はい、そうですね、もともとはスチール弦のギターを、うん、でピックを使って普通にかき鳴らす感じで、でそれで、まあ、同じようなイベントアーティストが出るようなイベントによく出るようになった時に、はい、うん、なかなかこう目立ちにくいんですね、うんうん、みんな同じような感じでそれがどうしても嫌で、なんとか自分でこう個性的にできないかっていうところからちょっとそこで考えてみてっていうね、うん、でギターをまずクラシックに変えて、はい、クラシック、まあ、ガットギターなのでじゃあボサノバとか、うんうん、クラシックもそうだし、そっちの方の、ルーツをいろいろ吸収しながらこうポップスとして消化できるようにという、なるほど、うん、感じで、ね、はい、時にリズミックだったりとか ね、 そうですね、まあ、こうやって CD 聞くのとまたその違いが弾き語りだからこそっていうところあると思うんですけど、うんうん、はい、ただその最新アルバムの彩り、はい、弾き語りとはまた違うスタイルでということになりますけど、そうですね、うん、まあ、どんな一枚に仕上がってたんですか。これはですね、旅がテーマになってまして、はい、今まで、旅をしてきた中で生まれてきた、言葉だったりメロディーっていうものがストックとしてすごい溜まったので、うん、それをちょっとまあ一個のパッケージとして形にしようっていうことで、うん、だから全部録音も、ミックスも、はい、全部旅先で。あ、そうなんですか。これスタジオじゃないんですね。スタジオじゃないです。まあ、本当にその時の空気感を大事にっていうね、うん、ことなんですね、はい、こちらは Amazon で買えます。ハロワのホームページにもリンク貼ってあります。はい、さあそしてゴールデンウィークね、六本木ヒルズアリーナで開催されました JAV フリーマーケット2015、はい、たるきさんのライブ行われますと。そうなんですね、今度はアリーナですよ。アリーナですね、ポンギヒルズのね。いやいや、気持ちいいですよ。でも今回はシークレットじゃないんですねもう行っちゃいましょうよ。行っちゃいましょう。ぜひもうね、聞きたいという方に来ていただきたいと、はい、5月3日日曜日です。お昼の12時から、落合俊さん、そしてリアド・ジェイラさんナビゲート J-POP サルデイの公開イベントとしてご出演ということです。はい、そんなたるきさん今後ね、うん、春になりましたけど、はい、活動のご予定はどんなご予定ですか。活動、まあ、もう相変わらず今年は旅三昧になりそうだなっていう感じで、うん、はい、ゴールデンウィークはでも割と東京のライブが多くて多いですか。はい、それでそこからまた旅に出るっていう感じなんですけど、はい、基本的にはもう全部ホームページでまとめてアップという感じなの で、 そうです、ね、はい、チェックしていただきたいと思います。そして5月3日ぜひ六本木ヒルズ、ね、はい、アリーナの方にもお越しください。はい、その他詳しい情報はたるきさんのオフィシャルサイトをチェックしていただきたいと思います。 JWEB セッション Vol.51 たるき栄一郎さんのスタジオライブをお届けいたしました。今夜どうもありがとうございました。ありがとうございました。